三門世尊寺は奈良県吉野郡大淀町秘祖にある総統州の寺院。聖徳大司令席第7番。古くは秘祖寺と呼ばれ大規模な画乱を構えていたが、現在の世尊寺は江戸時代に整備縮小して再興されたものである。かつての地域は1927年4月8日に秘祖寺席として国の史跡に指定されている。古くは吉野寺と呼ばれ、 聖徳太子が建立した48か寺の一つと伝えられている。同時に残っている河原や東東、斎藤の三重等を要する薬師寺式仮覧配置などから、少なくとも飛鳥時代には存在していたようである。奈良時代には、吉野寺潮山寺と呼ばれ、皇術する厳密寺の寺,の寺名の由来となった仏像が安置された。都来像の道線は、晩年日、池部山寺に入り、 自然に精霊したと伝わる。また著名な僧侶、神明が住み、二十年間三蔵を学んで自然市を得たという。平安時代になると、厳密寺とも呼ばれるようになった。その厳密寺という寺名に関しては、本尊の阿弥陀如来座像と木造十一面関税恩母殺立像が光を放っていたという話に由来している。このことは、古くは日本書期に載せられている。 当時は、聖和天皇、歌上皇や藤原道長などが吉野への参詣の途中に訪れ、大いに栄えたが、その後は衰退した。鎌倉時代に入り、公安二年に、金峰山から春郷聖人が、非ケける寺に移り、最高に勤めた。また、最大寺を復興した、永存の流釈により、新言立衆となっている。さらに南朝、延元二年、 北朝、県武四年には門館が先立ちとなって、五代醐天皇が行行し、立隆司佐久寺と命名され、直眼寺となっている。三井寺の三重塔安土桃山時代にはすでに斎藤は、戦乱によって消失していたが、鎌倉時代末期から室町時代初期に建てられた塔東は健在であった。しかし、文禄三年、豊臣秀吉によって解体され、伏見城に移築された。 さらに、慶長6年には、徳川家康によって、大見国の御城寺に移建された。この三重塔は、重要文化財として、現在も残っている。その後、再び衰退し荒廃するが、江戸時代になって、達中、法輪寺の力添えで、浄土宗に改修し、復興が図られた。しかし、京法18年3月に、法輪寺が失火で全焼し、当時の再興は中断された。 その後、当時はさらに総統州に改修したために、達中の法輪寺は、浄土宗人として当時から独立している。寛永4年、雲門即道により総統宗寺院として、ガランを整備、縮小して、霊宗山世尊寺と寺名を、改めて再興し、現在に至る。江戸時代には、松尾芭蕉が訪れて、世に盛る花にも念仏舞うしけりの句を残している。 区比は納骨堂の裏にある。世尊寺境内秘ソ寺席が欄右に、東東跡、左に、斎藤跡、奥に、近道跡。近鉄吉野線、六電駅より、奈良交通バス、ヒソ口下車、徒歩15分。ヨドリバス、幹線ルート、循環ルート、北の台五丁目下車、徒歩5分。ヨドリタクシーに、世尊寺前という乗降場所があるが、利用できるのは、 事前登録を済ませた大淀町民に限られる。ありがとうございます。